ミートゥラボのジンです。今日は不飽和炭化水素について勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。不飽和炭化水素、まず炭化水素って皆さん何か分かりますか？炭化水素っていうのは、まあ、字面を捉えると炭化された水素って思いますよね。まあ、実際それでまあ合っていて、炭素と水素からなる化合物のことを指します。例えばアルカンとかアルケンとかアルキンとかがそれにあたりますね。今回不飽和炭化水素ということで取り上げていくのはこちらになります。アルケンとかアルキンとかですね。不飽和炭化水素の分類を見ていきましょう。先ほど言ったアルケン、アルキン、そしてシクロアルケンなんかがありますね。これだけじゃないんですけどね、これは、二重結合とか三重結合が1個だったり、まあ、分かりやすい個数の、ものを取り上げています。まずアルケンについて見ていきましょう。アルケンっていうのは、炭素間の二重結合を1つ持つ炭化水素のことです。一般式は CnH2n で表されます。アルカンは CnH2n プラス2ですから、二重結合が1つある分水素が2つ少なくなっていますね。 N が2だったらエチレン、 N が3だったらプロペン、こんな感じでアルケンが存在していますと。でアルケンの性質ですが、これが一番大事ですね。負荷反応を起こします。負荷反応っていうのは二重結合のうちの1つの結合が切れて、その部分に他の原子だったり原子団がくっつくっていうものですね。二重結合っていうのは、まあ、手がこう一つ、これで普通に結合なんですが、もう一個こうくっつくとこれで二重結合、そのうちの一つの結合が手が離れると。そうなるとここの手空きますよね。この手に他の原子とか原子団がくっつく、これでくっつくっていうのが負荷反応になります。例えば一番簡単な例だとこちらですね。エチレンですね。エチレンに水素がくっつくときは白金触媒を用いて反応させるんですが、この二重結合、これですね、この二重結合の手の一つを離してこう不利になるわけです。その手をどうするかというと、この水素分子とくっついてこのようにエタになると。これが負荷反応になります。他の反応も見てみましょう。こちらですね。エチレンが臭素とくっついて 1,2 ジブロモエタになります。これなんですが、なんで取り上げたかっていうと、臭素は何色ですか？まあ、書いてある通り赤褐色ですよね。赤褐色の臭素が無色になります。これってめちゃくちゃ目で見て分かりやすい反応ですよね。ということは問題に出しやすいってことになります。赤褐色の臭素が入った試験管にこのエチレンを通してあげると無色になりますっていうこの反応ですね。皆さん覚えてください。どうやって使われるかっていうと、この臭素水に気体を通しました。この気体を通した時に色が無色になりましたっていうと、こんな風にこの二重結合だったり三重結合の手を離して、この臭素と手を結んで無色になったんだなっていうのが分かるわけです。なので、この臭素水っていうのは二重結合だったり三重結合だったり不飽和結合があることの確認として使われることになってきます。なのでこの赤褐色から無色になる反応、皆さん覚えておいてください。じゃあ実際に簡単な例を見ていきましょう。まず一番簡単なアルケン、エチレンですね。エチレンは甘い匂いを持つ無色の気体です。匂いと色と常温での状態、これは確実に覚えておきましょう。これはまあ覚えなくてもいいんですが、天然ガス、ナフサ、これ石油の成分ですね、から製造されています。研究室ではすいません、実験室的にはどのように作られているかというと、こうですね。エタノール、エタノールを濃硫酸加えて160度から170度に加熱します。するとこの濃硫酸、水をね奪う性質ありますから、ここのエタノールのここの水の部分 H と OH の
これ合わせたら H2O ですよね。ここの部分を奪ってここでエチレンができるというふうになってきます。これね、分子の内側で脱水が起こっているということで分子内脱水という名前がついています。この語句も聞かれることがあるのでチェックしておいてください。分子内脱水があるってことは分子内じゃない脱水もあるの？気づいた方もいるかもしれません。その通りで、先ほどの反応を130度で行うとこんな風に、分子の中じゃなくて分子と分子の間の水を奪って、こんな風になります。これは GHLA というですね、これが130度で行った場合このように GHLA というができると。こっちの方が低温なんですね。これのことを分子間脱水と言います。分子間脱水は低温で分子内脱水が高温であると。これどんな風に覚えるかっていうと、このエタノール、分子内脱水の時は一つの分子から二つ手を離してくださいってお願いしてるわけですね。分子間脱水の時は一つの分子に一つ手離してねって言って二つの分子からこう合わせてジエチルエーテルを作っていると。どっちかっていうと分子内脱水の方がこうお願いするの大変そうじゃないですかね。このお願いするのが大変っていうのが、よりエネルギーがいるということで、より高温のこの160度から170度っていうふうに、僕は覚えています。分子内脱水は160度から170度、分子間脱水は、大体130度と、これ覚えておいてください。そして C4H8 の構造異性体、こちらを紹介したいと思います。アルケンですが C の N、H の 2N というふうに表されます。この N が2と3の時は構造異性体がありません。なんですが C が4になってからこのように複数構造異性体が出てきます。まず見ていきましょう。1ブテン、この1というのは、炭素の間の結合の順番のことですね。ここが1、ここが2、ここが3なので、ここが、二重結合になっているから1ブテン。次に2メチルプロペン、これはですね、メチル基がプロペンについているということで、この2っていうのは、さっきと違ってどの炭素原子にメチル基がついているのかなっていうことを表した数字になります。この2番目にこのメチル基がついていて、で残りはプロペンだよっていうのがこの2メチルプロペンですね。そして残るのは2ブテンなんですが、2ブテンにはなんかこうシス2ブテンとトランス2ブテンってのがありますよね。こちら見てもらうと分かるんですが、メチル基が上に2つあるものとメチル基が上に1個下に1個、っていうものがありますよね。これは、一体同じじゃなくて、構造異性体になるんですね。こういうものを機械性体というふうに言います。2ブテンにはシス型とトランス型がありまして、この C の、二重結合の部分ですね、ここで線を引いて、メチル基が同じ側にあるものを、シス型、違う方にあるものを、トランス型というふうに言います。まあ、トランスがね、こうあの移り変わるみたいな、意味がある単語なので、この、下側、半分に分けた下側から上側に移り変わるみたいなイメージで覚えていただけるといいかなと思います。ではアルキンを見ていこうと思います。アルキンは炭素間の三重結合を一つ持つ炭化水素、一般式は CnH2n-2 で表されます。この辺のルールはもう大丈夫ですよね。 N イコール2でアセチレン、 N イコール3でプロピンになります。こちらもね、同じなんですが不可反応を起こすという性質があります。一緒ですね。三重結合のうちの1個か2個の結合が切れて、その部分に他の原子だったり原子団がくっつくという特徴があります。簡単にアセチレンにはですね、簡単に水素がくっつくという特徴があって、水素を
一緒に入れてあげるとすぐにくっついて、さらに負荷反応すると完全に飽和すると。こんなふうにね、負荷反応を簡単に起こす性質があります。さらにこの水をくっつけることもできてですね、水をくっつけると、このようにビニルアルコールという物質が出来上がるんですが、これはですね、非常に不安定なんですよ。構造をね、見たら理解できると思うんですが、こうアセチレンがあって、ここの手を1個離してこう伸びてこう伸びてってなった時に水がくっつきました。 H と OH くっつきました。こうなりますよね。皆さんこうなるのは当たり前だろうって思うかもしれないんですけども、これが不安定なんですよ。不安定なので、このようにアセトアルデヒドに変わります。ここの二重結合が離れてこっちに行くと。で、H こっち行っちゃうっていうね。難しいんですけども、これ覚えるしかないので、アセトアルデヒドはこんな風に不安定で、ただくっつけるだけじゃダメなんだよ。アセチレンはビニルアルコールを経てアセトアルデヒドになります。ということを、覚えておいてください。先ほどと同じように、製法を見ていきましょう。実験室では、炭化カルシウム、これ見たことないですよね。これアセチレンでしか、出てこないと思います。炭化カルシウムに水を加えると発生します。このような反応式になっています。どんなふうに、集めるかっていうと、炭化カルシウムをなんかアルミホイルでくくるんで、穴ちょっと開けてくる。